はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4都道府県元続きをプレイしていきたいと思います。もう完全に泥試合という様相になってきてますので、何か違うことをやっていかないといけないなということで、今回はですね、空軍、これを強化増強して圧倒的な制空権のもとに陸軍を支援しようというね、作戦をちょっとやっていきたいなというふうに思ってます。なのでまずは飛行場を建てられる場所を探していきましょう。まあ、前線がちょっと危ないといえば危ないんですが、まあ、ここに飛行場を作れるだけ作っていきます。ここに大航空基地を作りましょう。で、そこに大量の飛行機を配備する。で、一応人的資源もね、それなりに確保できているので、守りきれるんじゃないかなという期待はあります。ただ、せっかく作った飛行場が取られてはかなわんというのもあるので、要塞もね、合わせて作ります。ここをもう絶対防衛ラインと定めていきましょう。本当はね、防御じゃなくて攻撃に勤しみたいんですが、まずはしっかり航空基地を作ったものを守れる準備を整えておきます。では時間を進めていきましょう。あとはどうかな、もうちょっと陸軍の師団数増やせるかな。人的資源にねちょっと余裕が出てきてるんで、空軍だけではなくて陸軍にも人的資源を回していきましょうか。なので、歩兵、機械化歩兵の手段を一つ増やしましょう。それかだな、やっぱり動ける戦車手段を増やした方がいいか、ちょっと悩ましいですね。悩ましいですが、悩ましいですが、ここは、いや、歩兵手段を増やそう。そっちの方がいいよね。で、新しく入った人材は早速前線に送り込んで戦ってもらいます。少しは改善してきてる？グンマーが頑張ってくれてるね、やっぱり。グンマーが本当に強いわ。というか、グンマーの師団の数異常ですからね。まずは飛行場。さてさて、ただ群馬も秋田にはかなり押し込まれてるな。大丈夫なのかっていう感じはするけど、まずは制空権をしっかり取るっていうね、冒頭にお話した内容、これをこなしていきましょう。うおうお、また押し込まれてるな。本当に一進一退の感じがしますけど、どこに、
兵を、軍を集中したらいいのかっていうのが本当に難しいね。ここまで戦線が黒くなると。各軍の状態は、言うほど悪くはないかなとは思うんですけどね。どうしてもここ、押し込まれ気味になってるところは、押し返していかないと、孤立してしまう可能性があるんで、それだけは絶対に避けたいんですよね。なので、ちょっと無理してでも、守るところ、攻めるところはちょっと見極めて、特に守るところはね、守らないと本当に虎の子の師団が壊滅する恐れがあるんで、そうならないようにだけはしました。研究の枠ももうこれといったものはないので、もうひたすらなんか適当なものを作っていくしかないんですけど。そうだな、あとは、なんかうまいことね、敵の軍をこう一網打尽にして戦局を一気に変える、そういう何か欲しいですよね。温存してた軍とかがあれば、その軍を投入してとかっていうね、ことも、考えられるんでしょうけど、さあここにじゃあ建設航空支援機をまとまった数配備しましょうか。いや先に戦闘機だな。戦闘機200機ほど増強します。ちょっと溢れちゃってるけど、まあ、時期に出てくと思うので、ここは制空権を取る。いやー、北の視界も結構辛いとは思うんだけどな。全然その辛さを感じさせないよね。で、飛行場。これ奪還したい。ここの飛行場。栗原の飛行場。これ奪還したいよね。なので、この栗原の飛行場に向けて、どうにか軍を出したい。そしたら、4師団と数は少ないんですけども、戦車師団、第7軍を投入しましょう。これで、なんとか、この栗原の飛行場を奪還。まずはそこからですね。ではちょっとね、時間を進めていきます。おー、ここの飛行場も完成したじゃないか。200機。ここにじゃあ、戦闘機を配備していきます。6000機の戦闘機とかも、バカだな、本当に。並行して栗原の飛行場も奪う。さらに戦闘機もう100機増強しましょう。戦闘機3が300機あるっていうね、
ちょっとバカみたいな状態になってるんで、戦闘機の2でもいい。とにかく、配備配備。制空権を取っていきます。栗原の飛行場を取るために、師団。4師団ですけど、このね、第7軍。これを栗原の飛行場、奪還のために回していきます。制空権を確実に取って、押し込んでいく。余裕が出てくれば、近接航空支援機をね、作っていければいいかなと思いますので。特殊部隊でもじゃあ研究しておきますか。一旦ね。秋田も本当にしんどそうだからね。この群馬と秋田のこのつばぜり合いも、いつまで続くか。もうちょっとですね、栗原まで群が、ちょっと進んでくれて、ポコッと穴を開けてるので、ここで栗原の飛行場を奪い取れば、戦局を変えるビッグチャンスがやってくるはずですね。さて、ここでようやく栗原の飛行場取れましたので、ここに、航空機配備していきましょう。もうすぐに配備。近接航空支援機。これを一気に配備していきます。これで陸軍の支援を行わせましょう。この飛行場を取られてるー。早くも取られてるやんけー。マジですかい。取ったそばから取られる。いやー、本当に一進一退だなー。飛行場の確保がなかなか難しい。また取ったけどね。また奪われる可能性あるんで、とはいえ、もう一刻も争うので、すぐにでも、近接航空支援機。これを配備しましょう。爆撃機も配備。もうとにかく空軍の大増強ですね。さらに
戦闘機も配備して制空権も確実なものにしていきます。ちょっと飛行場のキャパオーバーしてますけど、まあ、出ていくと思うので、あらかじめ戦闘機をも配備しちゃいます。さあ、あとはこの栗原の飛行場を絶対に守る。おい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 。栗原の飛行場を取ったのはいいけどさ、こっちの飛行場を取られてません？ちょっとしっかり頼むよ。石巻。ここが取られてる。マジですか、いい。それダメなやつだよ。石の巻を取られるのは。これもう奪還してくれ。確実に奪還してくれ。石巻の飛行場を取られたら話にならないので、ちょっとまたね、時間を進めながら、今度は石巻の飛行場の奪還も飛行場の取り合いですね、完全にやっていきます。はい。ではね、またあの、石巻の飛行場を取りました。またちょっと取られる可能性はあるんですけど、あの、ここに、近接航空兵器を大量に配備、500機、まあ、480機配備したんですが、それが、ちょっとまた守れるかどうかというところですね。また宮城県の反撃が始まってるので、これを封じ込めないといけないんですが、ここがなかなか苦戦してますね、今。元気な第一軍を投入しましょう。確実にここは取りたいので、攻撃戦、しかも先方の線を引いて、一気に石巻周辺の制圧を確実なものにします。第一軍が到着してくれれば、石巻温存していた、唯一温存していたと言ってもいい第一軍が到着して、石巻を取れて、一気に宮城県をね、再び、壊滅させていきましょう。群馬もまた秋田を押し戻しつつあるので、この状況をうまく利用していきたいですね。ただ第三軍の戦車手段がちょっとすり減ってるのが気になるな。まだ飛行機余裕あるね。さらに近接航空支援機、これを投入します。石巻近辺の敵総統にちょっと使いましょう、飛行機を。
よしよし。メロングマ将軍を、力久、剣が、うまいこと封じ込めてくれてるね。これで一気に、第一軍が到着してくれれば、戦局がだいぶ楽になるはず、なんですが、第一軍の到着が待たれるな。もうちょっとで第一軍が到着しますね。戦はどうなってる？一応なんとか持ってるね。大丈夫そうなので、このまま石巻、栗原、この辺りの飛行場がある場所を確実に確保しましょう。とかね、この辺りをしっかり対応しとかなきゃいけないんですが、またここが栗原石巻近辺が取られるってことになると、せっかく戻した戦線がまた戻される可能性があるので、それを避けるためにはこの飛行場一帯を確実にキープします。むしろ飛行場増強してもいいぐらいだよね。よし、石巻。まだまだ飛行機投入できるな。爆撃機も投入。まあ、出たり入ったりはあるので、飛行機はね。キャパオーバーになったとしても飛行機は配備していきます。いやー、飛行機戦略当たってるかもしれない。うまいこと戦線を戻しつつ、ちょっと待って、栗原が取られてないか。今度は栗原の飛行場が取られてるよ。何やってんだ、まったく。せっかくの石巻覚悟が、栗原取られたら元も子もないね。となると元気な軍を送りたいんだけど、せっかく石巻攻略うまくいってる中、元気な第一軍は送れないので、どうする？第八軍も元気だな。第八軍を送ろう。目的は一つ、栗原の確保。せっかくこの飛行機戦略が当たってるんで、これをね、さらに進めるためには栗原も絶対覚悟の場所として取りに行きましょう。栗原も取ったら栗原にまたすかさず航空戦力を配備していくというところですね。じゃあちょっと栗原取るまでまた時間を進めましょう。
さあ、栗原を取りました。取り返しました。ね、もうすでに、戦闘機、さらには、近接航空支援機、これは配備して、作戦行動に移っています。で、新しい敵の飛行場が見えてきました。それがこのトメですね。ここを取って、さらにここにも、戦闘機をね、配備していきたいと思います。さて、透明の飛行場も取りました。ここに、航空機配備していきましょう。ちょっとただ人的資源がまたね、ピンチになってきてるんで、そこだけ注意が必要かなと思ってます。ではちょっとね、時間もいい時間になってきてしまいましたが、まあ、前線はまあ少しは押し上げられたかなというところで、まずもう人的資源が再び枯渇しているので、もう、無再現徴兵に変更してます。変えたところとしてはね、さらに変更点としては飛行場をはじめ奪還したところに飛行機を配備することだけを考えていたんですけども、なんと東京諸島部政府が、岩手県に強襲上陸をかけてくれていて、一部成功しているところがありそうです。なので、こことうまく連携できればいいかなと思うんですが、ご覧の通りまた資源、人的資源ですね、画面の左上、ゼロになっているので、なかなか厳しいかなというところですね。ここの人的資源が回復するのを待ちたいところなんですが、待ってると、せっかく押し上げた前線がまた戻されてしまう可能性があるんで、ここはもうちょっと我慢をしていきたいなというふうに思います。ではいい時間になりましたので、今回ここまでにさせていただいて、次回こそこの地図上から宮城を消し去りたいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。